えっ、チャスチャス。はい、アーカイブ勢もチャスチャス。さて、じゃあタイトルコールは、いつからお前は駅の清掃員だと思っていた？ってことで、今回もね、やっていこうかなと思います。まあ、タイトルはね、何のことか知らないけど、まあやっていこう。で、見てこれ。ツールがある、あれ、まあ、道具なんだけどね。昨日ずっと使ってたこれ道具一覧がここで見れるんだけど、そこでね、こんな感じでね、ほら、どうやらね、この道具のアップグレードができるらしいんだよね。おー、すごい。そう、前回もその何ソナーのさ、パンチのね、時間が遅いっていうことが原因でね、やりづらかったか、ちょっとね、これと、あとはね、一番作業的に遅いのがモップなんだよね。あ、モップじゃないわ、スポンジか。スポンジがね、どうもね、やりづらいという。なので、モップを購入。あ、でもまだ残り9個か。どうしようね。うわ、かっこよ。じゃあ同じ理由でこのペンキローラー、これも買っちゃおう。ソナー強化する、これあれだよね、ずっと光っとるっていう感じだから、じゃあこれでさらに距離を伸ばそう。よし、オッケー。うわー、すげー。さて、で今回行くところがここ。駅が閉鎖した後で、鉄道会社はここで有害物を捨てることにした。駅ビルに、廃棄物の樽が置いてある。また駅に止まっているタンクから変な液が漏れてしまった。駅ビルは古くて改装が必要だけど、そんなに悪くない。はあ、すご。え、ちなさ、あー、防具服がないと。やーっば。やば。うおし、うおー、知る。はい、ってことで、このね、廃棄物汚染まみれの地域を、なぜかただの清掃員のはずである主人公がね、掃除をしていくっていう。どうなってんだマジで。綺麗にしてきますかね。お、そうだ、せっかくだし、スキャン。おお、すげえ。あ、すごい、ちゃんと残ってるね。いや、てかどういう発想になったら、何その駅に廃棄物を置いてもいいっていう発想になれるんだろうね。これは違う、これはそう、同化してて見にくいけど、あ、これもそうだよね。あ、当たり判定シビアすぎ。おー、ペンキローラー、どれ、え、どれ、まあいいや、後にしよう。これは黄色、はい、入んないよね、絶対入るかい。待って、それさ、おめえ、それさ、入るか、ほか入れ、入っとけよ。ほら、いける、あれ、あ、わかった。くそ、大きさも考えたらあかんと。あれ、広
る。ってことはこれはあれか、ゴミとしての判定じゃないね、おそらく。それがなんだろう。あー、除染キットだ。あー、なるほどね。いやー、安心する。こういう普通のゴミである空き缶があると。トイレなんだ。うわうわ、びっくりした。バカ野郎。あ、ここだ、合ってるわ。てか、さすがにさ、いや、前回までならいいよ。まだあれ、なんちょっと治安悪くなった感じのあれだなっていうのでさ、まだ可愛いもんよ。今回は、マジモンでダメなやつだからね。廃棄物、こんな雑なあれ、処理の仕方で。駅改築、はい、人恋はやばいからね、マジで。もうしよう、全員しよう。いやでもさ、これ何がすごいってさ、まだここのステージさ、第3回目なんだよ。第3ステージでいきなり廃棄物の処理とかさせられるってことは、もう何、最後らへんとかどうなん、ドラゴンとか倒せとか出てくんじゃん、そろそろ。やば、これもう明らかに謎の液体じゃないもん。もうわかるもん、このマークでわかるよ普通。何が謎の液体だよ。よし、そしたら綺麗にしておこう。綺麗っていうかあれか、今度は家具を置いておこうかな。よし、よし、オッケーかな。オッケー、完璧。よし、よし、オッケー、完璧、完&ペキ、終了。お前おったっけ、こんな。あ？あ？あれ？ゴミ箱じゃない。あ、ゴミ箱じゃない。違う。ゴミ、これに、こいつに意識持ってかれすぎ。段ボールじゃない。ちゃんと机になってる。あれ？お！なんて。何も思いつかんかったけど、うん、とにかく普通じゃないよね。これを置物として置きたいっていう思う、この主人公の心情よね。はい、じゃあ次回お楽しみに。閉じます。